天皇にい堀は埼玉県北東部を流れる普通河川。江戸時代に天皇堀として改作された火災用水路の排水路で当初は加須市を起点とする六号堀とは別の河川であったが現在では接続し六号堀の下流河川となっている。六号堀は加須市南大区は徳吉和趣味屋の境界付近に位置する東部伊勢崎線の橋梁西方付近で 天皇ニーボリと名を変える。流路は、青毛堀川、火災用水路との間をほぼ並行して流下している。茎種は、市宮一丁目、二丁目、三丁目、四丁目などの、市街地では、都市排水路を兼ねながら流下した後、ワシミヤと、西大理において、境界をなしながら、水田などの農地の中を流下する。この周辺より、の茎屋座、出の北方の水田まで、天皇ニーボリは、 洋惑水路となり、排水路としてだけではなく、水田への用水としても利用されている。喜市や喜及び、西大林との境界に設けられている水門にて、平沼内川を分水する。喜市青毛で流路を南方に変え、埼玉県道153号去って喜線を横断、青葉2丁目より流域が再び市街地となり、同地の県営住宅の西側を流れ、青毛堀川に交流する。 流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。天皇、ニーボリの桜青毛流域より、青毛堀川まで桜が植樹され、青毛堀川と合わせて、久喜市の桜名所の一つとなっている。天皇新堀川とも称される。天皇、ニーボリの起点天皇新橋付近天皇ニーボリと、青毛堀川の合流点。ありがとうございます。